ハウディ。皆さんはじめまして。私の名前はバーチャルトラベラーセラと申します。私のチャンネルのメインコンテンツは毎週金曜21時から放送しております雑談生配信が中心になっております。その他にもたまに動画を作ったりしてて、動画の内容、生配信の内容は大体が東京ディズニーリゾート、もしくはその他テーマパーク全般に関するお話、プリキュアシリーズやバララシャオモーシェンシリーズなど、まあ、いろんなアジア各地に広がる女児アニメ全般に向けてのお話、またはゲーム配信なんかもやっております。 Twitch のチャンネルの方でマジック・ザ・ギャザリング・アリーナ、こちらリミテッドを中心にプレイをしております。 YouTube の方ではマインクラフトのマルチサーバーをやってみたりとか、あとたまにディズニーのゲームなんかをやったりしますね。それからバーチャルトラベラーという名前の通り、私旅行が大好きです。特に興味があるのは海外旅行。その中でも中華民国に対しての興味が非常に厚く、中国、香港、台湾なんかによく遊びに行ったりしてました。また海外なんかに行った際には、その土地の女児が楽しんでいるであろうアニメを中心に、海外旅行の動画なんかもちょこちょこと今後アップしていけたらなと思っております。実はここだけの話。私ディズニーリゾートのキャスト経験者だったりします。っていうこともあったりするので、私の雑談生配信ではディズニーリゾートのお話っていうのが結構多かったりしてしまうんですね。今言ったような内容、ディズニーリゾート、プリキュアシリーズを中心とする女児アニメ全般、マジック・ザ・ギャザリング、マインクラフト、その他ディズニーのゲーム関係、あとは海外旅行、特に中国、アジアに関する海外旅行、これらのことに興味があるという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それじゃあ次は皆さん金曜21時の生配信で待ってるよ。